アクンはアメリカ合衆国の電気通信事業者。1993年に LC コミュニケーションズの回線再販売業者として創業。現在はアメリカ、カナダ、オーストラリア、ヨーロッパ、アジアなど世界25カ国で事業を運営。ビジネス会員の印税収入の相続権を保証するなど独自のボーナスプランを持つ。約1000億近い売上実績は アクン自社サービスアンライトトルで算出。エネルギーサービスやセキュリティ、その他インフラサービスなどの代理店コミッションでの収益はダイレクトセリング協会での売上算出対象外のため販売総額に含まない。約5年半前にサービスを展開した韓国での成功に続き、アジアに過酷目の日本は2016年8月から事業を展開。 今後アクンの本格的なアジア拡張の第一歩として、また日本はアジア初の電力自由化の国として世界中の期待を寄せている。すでにアメリカ、韓国、オーストラリアのアクントップリーダーが日本での活動を進めている。1993年オープン当初のアメリカでは長距離電話サービスから展開。その後各国でのインフラサービスの自由化が進むに、 伴い、インターネット、携帯電話、セキュリティ、衛星テレビ、ケーブルテレビ、ガス販売、電力販売、クレジットカード決済処理サービスを展開させる。アクンは、世界各国で、約150の大手インフラ企業と提携をし、現在5つのサービスを展開中。1、テレコムサービス2、エネルギーサービス提携先、ズームエネルギー3、セキュリティーサービス提携先。 企業例4、金融サービス5、ライフサービス現在日本でのサービスは、韓国、ヨーロッパで、すでに実績のある、ライフサービス、ブランド名、ベネビタ、ベネビータ、から展開。1日に必要な栄養をバランスを、よく摂取し、プレミアムライフサービスをサポートする。アクンビジネスは、どこも、au のような移動体通信事業者ではなく、 各種総合インフラプラットフォーム代理店ビジネスである。日本市場の変化2016年8月アクンジャパンオープニングツアーにて日本でのインフラサービス展開をアクン公式で初めて正式に発表。2017年サービス開始予定2016年12月17日、千葉幕張メッセにてアクンジャパン初のジャパンコンベンションが開催され、アクン創業者の一人、 トニーキューピスが来日。日本での電力販売サービスと携帯電話サービスの詳細を発表予定。今後数年でアジア地域ではライフサービスから南米地域では携帯電話サービスから拡張を発表。最終的には85カ国ほどの世界拡張を進めている。2016年10月には参入が非常に難しいメキシコにて、 格安携帯電話事業に参入。1993年アークン設立1996年から2003年2004年から2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年クリプルチリーアークンインクインフォメーションアンドリレーテッドインダストリーインフォメーションフロムフーバー S クーバー S2007 年7月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年7月8日閲覧ダイレクトセーリングニュースハットアクンビジネスイズブーミングダイレクトセーリングニュース2007年5月8日閲覧ありがとうございます